ヤッホーとまでです。はい、っていうことでね、今回もね、渋谷スクランブルフィギュアさんのね、最新フィギュアをご紹介するんですが、なんと、とまるがね、大好きなアニメのね、テンスラのね、最新フィギュアのデコマスをね、一足先にね、じっくり撮影させていただいたので、皆さんにもね、ちょっとお裾分けをしたいなって思うんですが、渋スクさんといったらね、もう前回のリムルのね、フィギュアがもうめちゃめちゃね、素晴らしくて感動したんで、今回ね、テンスラの新作フィギュアを見せていただけるってなった時に、もうめちゃめちゃね、楽しみにしていたわけなんですが、今回はね、リムルだけじゃなくて、ミリムもね、見せていただいたので、今回がリムル紹介で、次回ミリム紹介っていう感じでね、2回にわたってお送りしたいなと思います。はい、っていうことで、今回はね、リムルのフィギュアなんですが、まずはね、じっくり撮影してきた様子からね、ご覧いただこうかなと思います。フィギュア好き必見です。それではご覧ください。どうぞ。です。これくらいです。
っていうことでね、まさかのチャイナ服っていうそうところなんですけど、正直言うととまでね、アニメキャラの和装バージョンとかチャイナドレスバージョンとかバニーガールバージョンとかってあんまりねときめかない人なんですけど、とまでがなんでね和装とかバニーとかチャイナドレス苦手かっていうと、あのキャラ設定を無視してなんかめっちゃノリノリで着てるキャラとかがまあ、ちょくちょくいるんですよ。でそういうキャラを見るたびにね、ちょっと違うんだよなって結構思っちゃう人なんですけど、今回のリムルもね、もうめちゃめちゃノリノリだったらどうしようって思ったんですけど、もう見てくださいこの表情を。はい、もうねちゃんと困ってるのもうこの表情かなりポイント高いって思って、ちょっと汗出てるし表情も困り顔だけど、もう困り顔だけどちゃんと可愛いし、もう髪型もね全部お団子にしてないのがねめちゃめちゃ個人的に好みだったんですけど、チャイナドレスなんだけどちゃんとカラーはねリムルっぽい青系のねチャイナドレスになっているし、もう謎の行き過ぎたエロとかも全然ないから、チャイナドレスでリムルのフィギュアを作るとしたらこれ以上の素晴らしい出来はないんじゃないかなっていうぐらい、本当もうめちゃめちゃね感動をしたチャイナドレスバージョンのリムルでした。みんながね気になるお値段が34,980円の税込みっていうことで、まあいつも通りお高めとなっているわけなんですが、直販購入特典っていうのがありまして、リムルテンペストカッコスライムミンペイユッペンバージョンフィギュアっていうのがもらえるそうです。さらに今回ねミリムも同時発売ってことで、リムルとミリムのね2体購入特典っていうのがございまして、ネオンライトセットっていうのが、はい、2体買うともらえるそうです。同時購入いただいた方への特典となりますとのことなので気をつけてください。このチャイナ服に書いてあるドラゴンとかさ、あとなぎなたのドラゴンとかってベルドラかな、どう違うだよね、多分ベルドラになってんじゃないかなって思うんだけど、もう躍動感もねあってね、本当にね素晴らしい出来のフィギュアでしたよ。テンスラ好きのみんなねかなり必見かなって思います。これもうなんか本当見れば見るほどねなんか新しい発見があって、細かいところまでね本当作り込まれてるし、テンスラ愛を感じるフィギュアとなっておりますよ。で多分トマルチャンネルね見てくれてる方かなりテンスラ好きの方多いかなって思うので、はい、ぜひぜひチェックしてほしいなって思います。はい、ってことで次回はねミリムを見ていきたいと思います。はい、バイバーイ。ミリムもねめちゃめちゃ素晴らしいんで、ぜひぜひチェックしてみてください。